まあ、伝統臭いのよこれ。はい。もしもし。はい。こんにちは、日本生命の川野久美と申します。はい。日本生命の川野久美と申します。川野久美？はい。佐野さんの携帯でよろしいでしょうか？そうですけど。あの、日本生命の方にお電話をしたいただいたみたいで。着信履歴とか見てますか？申し訳ございません。着信履歴。080の方ですかね。080って何ですか？の方ですかねが意味わかんねえけど。申し訳ございません。今あなたいくつにかけてんの？090の方ですね。方ってなんだよ。これしかねえんだけど。申し訳ないです。私の方からお電話。何？私の方からお電話してますか？私の方からってこの電話号にもそっちからしかかかってきてねえだろ。そうですね、あの俺はかけてないからね、あ、電話かけてない。佐野だけど。はい。あんたこの番号にかけてきたんでしょ、はい、今でもてめえのね、はい、あんたんとこに着信があったのは080とか今寝言言ったんだろ。じゃあ俺かけてねえじゃねえかよ。私の方に電話直接かけてたってことじゃないんですかね。どの電話号で？この090。この番号からそっちに着信履歴あったのかっつってんだよ。いや、ないです、ないです。だから俺かけてねえだろっつってんの。あ、今すいません。私、上の方からこの電話番号にかけてくれって電話来たんですね。で、何の用事？それで、あ、すいません、私の方が、事務の方から、今、佐野さんの方に携帯かけてくれって言われて。だからなんだよ、だから用事がそっちからあるんだろ？なんだよ。すいません、私すいません、佐野さんの方が用事があるって聞いてるもんで。何や？申し訳ないです。上に通せ。上呼べよ。お前だってさ、はい、お前自分の個人的な携帯番号から今俺にかけてるよな。これ会社のピッチの方ですね。なんで会社の番号からかけてこねえの？これ会社の番号です。070のこれが？そうです、そうです。へえ、お宅はいつも顧客にかけるとき、携帯からかけんだ。私、一応これ会社から支給されてる番号なので。いや、そりゃそうでいいけど、なんで会社の番号からかけねえんだよ。ピッチとかそんなん関係ねえんだよ、こっちはよ。あ、すいません、おかしくね？ん？あ、お宅のとこさ、一応一流企業なんでしょ？一応生命保険業界の方では。日本生命ってじゃあ。あ、バカじゃねえ。会社のお前が直通電話からなんで俺にかけてこねえ。何これ070とか会社から支給されてるとかわっけの。お客さんからいきなり電話来たときに、事務所帰ってから電話すると、お時間いただいちゃう。悪いんだけど。はい。一発目は会社の電話からかけてこいよ。申し訳なかったです。何、営業マンなのお前。営業マンってか、普通のセールスしてる感じです。ああ、生命保険会社の女っつうのは、いつもお前、また開いてお前、営業取ってくるとか、そのパターンね。お前のよ、よ、お前にな、俺に電話かけろっつった上司に、はい、今この番号を俺の携帯番号教えていいから、はい、そいつに会社の直通でかけさせろ。
会社の、あ、わかりました。そいつにかけさせろ。どういうつもりで俺に電話してきたのか。ジムの方から電話来たんですけど。だからいいよ、そんなジムでもなんでもよ。その方でいいですか？あ？いいですか？その方でいいですか？うん。その方、私が連絡受けた方からでいいですか？うん。で、お前何？どこで営業回ってんの？今は。メインで。ユーザーですね、私は。え？ユーザーです。ユーザー？はい。なんだよ、ユーザーって。へえ、日本生命って外も歩いてねえような人間を、はい、ネットかなんかでお前どうせ働いてんの？ん？何何？ユーザーってなんだよ。あの、ユーザーっていう地名なんですね。ユーザー？はい。どこよ、何県だよ。山形県になります。山形じゃ遠いな。近所だったら一発あの契約してやっから、俺と今夜一緒に飲み行こうぜとか言ったのに。ちなみにあのどちらの？え、大阪の中央区だよ。大阪の中央区、あのグリコのマークあんだろ。ああ、はい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 。大阪遊びに来る？あ、結構遠いですね。いいよ、俺あの飛行機代出してるから来いよ。いやいやいや、何おっしゃってるんですか。ちなみに私のことって誰に聞きました？誰にも聞いてねえよ、俺は。俺からかけてないだろ。そうですよね、ちょっとすいません。何？どんな感じなの？身長とか体重とか。あ、私ですか？うん。俺山形行ったことあるよ、ガッサンとか。ああ、あの、どちらかというと私は秋田寄りなので。ああ、じゃあ上の方だ。うん、俺、寒河江とかもあの辺も行ったから。ああ、あの、さくらんぼの。そう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 、佐藤錦とこな。うん。うん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 。あそこ有名ですもんね。で、今度そっち行ったら止めてくれよ。独身なの？いや、あの、バツイチです。いくつなんだ、今。今は26ですね。26でバツイチなの？そうなんです、若い頃に結婚した。子供はよ。これが恵まれなくて、うちは。フリーなの？今のとこそうですね。あ、そう。はい。俺も大阪で会社やってっから。あ、そうなんですか。うん。もういいおじさんなんだけどね。そうですか。でも声はすごい、なんか、うん、いい声されてる感じで。ちょっと、これ、お前、これ会社の電話番号なの？そうですね、会社の番号になります。でもこれいつも携帯ピッチ持ってんだろ？これはいつも持ち歩いてますね。じゃあこれなんで登録すればいいの？何ちゃんにする？俺、あの、佐野ちゃんだから。あ、佐野さん、佐野さん、うん、うん、お前何ちゃん？私は川野久美です。久美ちゃん？はい、ちょっと昭和っぽいんですけどね。いいじゃんよ。いやいや、久美って呼んでいい？ちょっと待って、俺メモっとくから。クーミンね。で、いくつだっけ？ 20?6 になり、今年7になりますね。 LINE とかないの？ LINE はやってんだろ、本当は。一応やってるはいるんですけど。ああ、そう。はい、一応やってることやってるんですけど、うん、お客様には教えてないですね、ほとんど。だ、俺お客じゃなくて、もうプライベートでも行っちゃうから。いや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 、マジで。いや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 、あの、一度あの、うん、この番号教えてくれた方、そのジムの方なんですけど、ああ、一度ご連絡差し上げるように。いいよ、もうだってクミがもうこれ、まあ会社のだからな。お前今度個人的な携帯番号後で教えろよ、俺に。だって、そっちは俺のこの本ちゃん携帯、ね、え？大阪ですよね。いいよ、すぐ行くよ。暇なの？いや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 。何ビビってんだよ。いやいや、それはビビりますよ、ちょっと。初対面でびっくり。本気ね、こういう出会いもいいじゃねえかよ。いや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 。ちなみにツイッターとかやってんの？え？ツイッターはやってないの？ツイッターはやってないです。ああ、そう。ツイッターはちょっと、あ
感度作りきれなくて、私ちょっと機械音痴なもんで。今度俺がお前教えてやるよ、お前そういうの。ツイッターすいません、あの結局アカウント作れなくてやってないですね、うん、私。マジで？やってるってさっき言ったやな。LINE はそうですね、LINE はやってますけど。うん。うん。そうなんですね。じゃあ今度 LINE 交換しようぜ。社長さんなんですか？そうそうそう。ああ。今大丈夫でした、お時間。大丈夫だよ。クーミンがお前暇なんだろ、どうせ。いやいやいや、私これから実はすいません、はい、ちょっとアポがありまして。アポがあんの？いいよ、暇な時いつでも電話して、俺に。あ、わかりました、この番号で。いいよ、うん。はい、わかりました、すいません、なんか。いいよ。はい、日本生命頑張って。佐野何さんですかね。え？ありがとうございます。佐野何さんです。はい、ともくん、佐野ともくんだから。あ、わかりました。今度あれ電話してきたら、トモくんって言ってくれりゃ、うん、クーミンっつって言うから。うん、頼むぜ。わ、うん、かりました。はい、すいません。あ、お疲れ。はい、失礼します。はい、失礼します。てれって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 る。やっぱり俺ってテクニカルだよね。やっぱりテクニカルな男だよね。なあ、いいね、悪くないね。ああ、たらすね。佐野だよね。相手もなかなか来ない場合、それは俺のトークで向こうは柔らかく柔らかく、最初緊張してたのがほぐしてほぐしてだから。ああ、いいだろ今のトーク。女のいたずら電話してきたって余裕ちょいちょいだよお前。ああ。変態親じゃねえか、だからいいんだよ。逃さないよ。てめえ誰にかけてんだこれやろって切っちゃったら面白くねえから、ちょっと引っ張っただけだ。なあ、だって、お前らや日本生命の前、あの勧誘の女、バツイチで、あの保険会社ってお前あれだろって、また開いてお前、あの、保険契約取っちゃうやつだろって言ったら、全否定しなかったよな。佐野はそういうの美味しいよな。